はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモッドを続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、前回ですね、ハンタク、それと画面の上に出ている統合クタクノル広告、さらにボスパチツクオチョ連合、どれと回戦していこうかというのを検討していたと思うんですが、結果的にはですね、アラマシ教育連合とボスパチツクオチョ連合が戦闘開始。その後、ボスパチツクオチョ連合とハンタクが防御同盟を結んだので、今ボスパチツクオーチョ連合、もしくはハンタクに戦争を仕掛けると、この2つの国を同時に敵に回すことになるので、今回は統合クタクノル候補、こちらを標的に絞ってですね、プレイの方をやっていきたいなというふうに思います。ではまず、続きをやっていくにあたって、先に艦隊の整備の続きをやっていきましょう。第4艦隊、サイフに入っている第4艦隊はサイフから動かせないので、第2艦隊を中心に第1艦隊を再建後、これを統合クタクノル公国に向けて出発させていきます。で、そのためには艦隊の増強ということで、第1、第2、そして今はなき第3艦隊の再建、これが必要になってくるので、ここを最優先にやっていきましょう。で、あとはコロニー船が完成したら、コロニー船を使って、オーレブ、ここに認証公開していきます。This is where we... というわけで、コロニー船の建設を待ちましょう。これを一路、オーレブに向けて出港。採掘ステーションの採掘量、もうちょっと増やしたいよな。で、ここに来て造船所で、まずはホワイトベースの2番環球、これが作れるようになったので、これをまず1隻投入しましょう。で、さらにサラミスを、3、4隻、コルベットを10隻ぐらいつけてあげれば、第1艦隊の増強が完了するかなというところですね。建設船が余っちゃってるのをどうするかだな、今後で。建設船が余ってるのをどう活用していくか。かといってね、お金、そして鉱石に余裕があるわけじゃないので、無駄なものを作る余裕は全くないんですよね。となると、一旦は地球圏に戻しておく、シリウス星系あたりに移しておきましょう。で、今食料がプラス4で200上限に対して余っちゃってるんで、これなんとかさばいていきたいよな。そうすると、今きっとちょっとでも物が欲しいであろう、ボスパチツクあたりに売りさばいていく。更新で貿易協定、食料を一括で。そうだな、だいぶ余ってるんで、500、50、いや、もうちょっと送ってもいいかな。いっそのこと100ぐらいを一気に送ってしまって、そこで何か引き出しましょうか。鉱物一括、全く響かないね。エネルギー通貨は一括マイナス1000とかってなると、もう絶対に要求飲んでくれる気配ないもんな。研究、
情報。何も得るものがないな。これはやめよう。無駄すぎる。いくらなんでも無駄だ。こんな無駄なことはさすがにしたくないんで。そうなるとあらまし、はあらまし、あらましさんはどうかな。一括で鉱物を一括でちょうだい。マイナス1になっちゃうのか。プラス1でもね、向こうに利益が渡るんだったら飲んでくれてもいいかなって気がするんだけど、マイナスだと話になんないよね。ダメ元で置くとく、まあ、ダメならダメでしょうがないね。まあ受け入れてもらえなかったよね。なんとなくそんな気はしてたけど。そうするとでもこの資源もったいないよな。もっと言うとお金もないし、資源のまあ鉱物ですかね、入ってくる量も減ってきてるっていう状況を考えると、まず何をしなきゃいけないかだな。早々に統合帰宅のる高校に対して宣戦を布告していくというのも一つの手だとは思うんですけどね。そしたら建設船たちを一旦上にまた戻しましょう。建設完了したね。でどんどん領土を広げていって、東国タクノル公国の周りを固めていきます。第一艦隊もまあ4000ぐらいまで戦闘値を上げておきたいよね。艦隊長今924で、一隻ホワイトベースが入るだけで2000超えか。一気にちょっとお金を使うことになってしまって、プラマイがゼロに収支がなっているんで、一旦この状態にしましょう。であとは地表で金を生み出しているようなところアップグレードはできないんだよな。アップグレードできるところがあれば、発電所の2型とかにでもしてアップグレードをだんだんゴンゴンかけていきたいところなんだけど、金がなさすぎるな。統合クタクノル広告、統合
クタクノル公国に対して宣戦を布告するにあたっては、まあ、いくつかの場所を押さえておきたいよね。金だな。金がちょっとないのをどうするかっていう、その仕置きだけですね。お金を生み出すには、まあグラミアムで2、鉱石も2取れるので、まあグラミアムを取るというのが一つと、オドラモンだな、オドラモン。オドラモン全然調査が進んでないんで、オドラモンをちょっとしっかり確認していきたいね。で、ボーダス、コーバローズと進んでいこう。アルガイド。このあたりもちょっとしっかり確認しておかないと、アルガイドに敵艦隊が出てきたとかってなると、目も当てられないので、オダロモンを、整形調査、資源調査完了したら、アルガイド、ここに行って、アルガイドでしっかり確認をしていく。120使うのは馬鹿げてるな。やめよう。60で順番をちゃんと守りましょうというところかな。いや、本当に困ったな。お金をどうするかだな。今となっては、ポップも微妙な状態になったんで、さっき売らなくてよかったかもしれない。それ以上に心配なのが、お金ですね。お金。この後艦隊増強するとさらに金がかかるんで、その金を、まあ、どっかで仕入れておきたいな。まあ、グラミアム、ボーダス、コーパローズ、アルガイド、いずれにしてもこの辺りで鉱物と金を全部回収していきましょう。とにかく今金がない。艦隊増強すればした分だけ金がかかりますからね。調査船が2隻、建設船が3隻、コロニー船が1隻。まあ、コロニー船は入植しちゃったら終わっちゃうんで、まあ、そのあたりどう見ていくかだな。今とにかくお金がない、鉱物資源もたまりが悪いという中なんで、まあグラミアム、画面の真ん中にあるグラミアム、その右上ポーダス、この辺りで、まあ、鉱物とお金が、まあ、少しずつではありますけど回収できるんで、まあ、チリツモではないんですけど、しっかり回収をしていって、まあ、自国の底上げですかね、まあ、それをやっていくしかないかな。研究完了したのは連射レートプラス 5% ですね。こ
これは単純に戦闘力が上がるので歓迎しましょう。で続いてテラフォーミング、いやいらないな、生産目標、首都惑星か、どれいらないね、科学的幸福、遺伝子組み換えか、いらないよな、テラフォーミングも微妙だね、富国アンロック、建物惑星首都もいらないよな、ただお金が6入ってくるようになるのか、じゃあこれにするか、金が不足している今となってはそれすらも貴重というところですかね。コーパローズにも鉱物資源2がありますね。なのでこの後はオドラモン、グラミア、ブ、ポーダス、コーポーローズと進んで資源の回収を進めていきましょう。艦隊増強するにあたって今はとにかく金がないな。艦隊増強したらその維持費で金がだいぶかかりますんで、そのための金の捻出、あと財布には絶対に艦隊入れておかなきゃいけないっていうこの1艦隊分の維持費の浪費、ここが痛いですね。今だと財布は常に海賊艦隊が襲ってくる場所になってる以上は、財布から艦隊を引き上げるわけにはどうしてもいかないんですよね。オトラモンでも結構いいね。こうやって見ると今欲しくて欲しくてたまらないお金が5入ってくるっていうのは、今マイナス3になってるのが単純にプラスに変わるだけでもだいぶ違いますね。さらにそこから上積みとしてグラミアン、ポーダーズ、コーポローズで金がさらに入ってくるって考えると大歓迎だな。オトラモン取って正解ですね。まあ古代の採掘ドローンがいたのでそれを撃破するのに多少艦隊にダメージが出ましたけど、それでもそれ以上に得るものが大きい。研究完了したです。戦隊値プラス500が入ったんでこの次だな。改良型の大空砲、光学機関の位置か、もうちょっと見ようと思っただけなんですけども選択しちゃったんでいいでしょう。1090なんで割とすぐに終わると思います。いやオドラモンマジで優秀だな。ここ一刻も早く建設始めたいね。でオーレブはここに進出をしちゃおう。でオーレブのどこに入植ができるかというとここか、いやオーレブ2とかだったよね。ここだ入植。コーポローズも言う、この辺り実はかなりの資源地帯なんじゃないか説があるね。となると建設線戻したいな。
アルガイドに入れておくのなんてもったいないんで、建設で戻そう。仮に敵の海賊艦隊が出てきたら、急いで艦隊を突進させて、これでカバーだな。で、海賊艦隊が出てるね。ちょっと待ってね。海賊艦隊の動きが確認されているので、海賊艦隊、第二艦隊を一旦、どうしようかな。ルートがわからないけど、とりあえずセルドラ、いや、スコーロームまで移動しよう。スコーローム襲われるとかなりダメージ出るんで。いや、本当に敵艦隊邪魔だな。炎の略奪者、ここを何としても守らないといけないね。艦隊の動きが分からなかった。どこに行った？ここにも古代の採掘ドローンがいるな。海賊艦隊の動きが気になってしょうがないね。サーボクチャーズにいたのは間違いないんで、これがどっちに向かったかがちょっと今のところ分からないですね。いや、このオドラモンってむちゃくちゃだな。ボルスとティラルスがまた和平か。これ結構盛んに戦闘しては終了っていうのを繰り返してるね。これでオダラモンがようやく最後の1個になるかな。設計調査完了だね。いや、本当にむちゃくちゃ建設完了したね。でかいわ。そしたらホワイトベースをもう一隻2番艦級入れちゃおう。第一艦隊はその名前に恥じない最強の艦隊に育てましょう。お、サーボクチャーズに敵の艦隊がいるな。この海賊艦隊増強してるね。ちょっとこの海賊艦隊先に叩こう。これ以上強くされると困るんで、第二艦隊でサーボクチャーズにいる敵の艦隊というか、まあ海賊艦隊ですね、これを撃破しに行きましょう。今ならまだ勝てる。研究完了したです。
駆逐艦の現像速度 25% 増しというか削減、これは嬉しいけどな。今だとどれが欲しいかと言われると、ジムライトアーマーにしとく。537、これですぐ終わる。もしくはガンダムのマッドロック、これをアンロックしといて、537研究期間は短いんで次のに期待しましょう。で、オドラーモン 8A の深層スキャンにより惑星表面を覆う氷でできたマルントル、マントルですね、広大な海が熱水噴出口によって温められていることが明らかになった。なるほどね。で、数多くの固有生命を徹底的に研究するためという話。まあいいけどさ、まずはここに前線基地を作っちゃおうよ。採掘ステーションの建設。研究完了したね。で、航行速度アップですね。ワームホール航行か。これは？ワームホールを航行するときにより安定できるって話？採掘ドローンレーザー。採掘ドローンレーザーか。発展戦術。これにしよう。戦場でより活躍できるように。建設完了したで。ボーダースクラミアズの金と鉱物資源も回収しておこう。で、さらに上に行くにはこれを見る限りどうなんでしょうね。古代の採掘ドローンが至る所で動いてるな。ここに首突っ込むのは危険だな。ボーダーズ・クラミアス、まあ、ここの22を回収しておきますか。投資するものに対して得られるものは若干少ないかなという印象はありますけど、オーレブの入植はまだ3分の1ぐらいですかね。研究完了したで。で、ガンダムマドロックが終わったので、この辺りもちょっと微妙だけど、成形要塞とかハンガー行くぐらいだったら、ちょっと待って、 GP01 か。 GP01 欲しいな。 GP01 研究しようっていう感じで、無駄なところをどん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 遠回りしちゃうんですよね。調査船を一旦サーボクチャーズに戻そう。お金だな。この後ホワイトベースが完成したらお金がまたぐはっとマイナス7までいくか。きついね、このマイナス7は。
なんとかしてちょっとお金のマイナスを回復しないとまずいな。今マイナス8って結構なスピードでお金が減っていくってことですからね。このマイナス8をどうするかだね。すぐにでも対策を考えないといけないけど、何か物を売って金を得る。ハンタクに何か売りつけて金を得られないかな。スペシャルプロジェクトですね。さっきのところの。ここは、研究選択肢で生体金属獲得というところか。まだマイナス5だね。これをなんとか、プラマイゼロまでは持っていきたいけど。そのためにはボーダーズとグラミアム、さらにラスダーズ、ここの6、8を回復する必要があるね。これで全部獲得できればプラ8になるんで、今マイナス5がプラ3に変わるという話だな。で次が微妙だな。資源、生体金属、これやろうよ。33,900、めちゃくちゃ期間かかるけど。いやそれにしても敵のあれだね、あの海賊艦隊がどっかに行っちゃったのがよくわからないな。前線基地が建設できないと、これ以上ちょっと資源の獲得は難しくなってきてますね。ただ鉱物資源は1000まで回復してきてるんで、これまた2000までいったら再びホワイトベースと、さらにホワイトベースに加えてサラミスを3、4隻でコルベット10隻前後投入してあげて、最強の第一艦隊を作りましょう。その時にはまたお金がだいぶかかりそうなんで、それ本当に要注意だな。調査船、誰か人を雇うにも金がないからな。まあここはコウ・ウラキ、いやウラキじゃない、これ誰だっけ、名前出てこない、あのブルーディスティニーに乗ってたパイロットですね。おっと、リーダーを任命していない。ただでさえ金がないこの時期に新たにリーダーを雇うのに200も使っちゃったからね。
さあ金は無事プラマイゼロまでまた持ってきたんで、とはいえね、とはいえねになっちゃいましたけど、今度あれがなくなってしまったな。ポップが全然ないじゃないか。ポップのヘリがマイナス9。この減り方やばいよね。そりゃそうだ、鉱物資源、いや、お金を得るために毎月10ポップ出すっていう選択肢を選んだんで、いやー、いろいろいけてないな。いや、本当にいよいよまずいことになってきたのが食料だな。食料をどう折り合いつけるか。毎月9減るとなると、あと10ヶ月後には底をつきますね。かといって貿易協定を破棄するわけにいかないしな。またここで死人が出たか。第一艦隊、くそー、第一艦隊の提督誰にする。戦隊1プラス10、武器ダメージプラス5、戦闘離脱の可能性がマイナス33、艦隊兵団の命じ維持費がマイナス10。これだな、今全く金がないんで。まあ、それはそれとしてだ。問題はリンゴだ。リンゴ、リンゴがなさすぎてやばい。リンゴを買う金もないしね。しばらくはちょっと貧困にあえいでもらうしかないってことになっちゃうな。サムオブアワーポップスティームトゥハブアップウイルスか、まあ、しょうがないな。さっさと対応してもらうしかないけど、エネルギー通貨がマイナス300かかって影響力がプラス50。痛いな、痛い、痛いけどしょうがない。問題はポップだ。さて、いよいよポップだね。オーレブがギリギリ植民が終わるかな。植民が終わってさえくれれば、お金はプラスになるんで、ちょっと待ってね。なんだって？金がマイナス20。これきついな。まあ、一旦置いとくしかないでしょ。で、こっちは直轄政権の数が多すぎるという話ね。これは直轄政権をじゃあ減らしましょう。直轄政権の数を減らす。
そうなるとセクター新設するしかないね。The fleet manager. We can cre-新規にセクターを創設するしかない。Planets are added to new or existing sectors on a persistent basis for a slight influence cost. この辺りをセクターとして追加するしかないね。で、セクター管理リーダーを任命しようと思ったけど、雇用する金がないのか今は。まずいな。あとはセクターの設定だね。まあただこれ搾取の仕様もないしな。しょうがない、一旦これで置いとこう。で、問題はポップよ、ポップ。いや、ちょっとまずいね。本当に金がない。金がないじゃない。ここでまた死人。ちょっと待ってね。確認していきましょう。リーダー死亡。うわぁ、科学者割り当てなきゃいけないのに雇用できないなぁ。雇用する金がないんでしょうがない。でリンゴをどっから調達するかだな。リンゴをどっから調達するか。情けないことで食糧難に陥ったね、完全に。もうお金はプラス9ずつになってるんで、さらに、今建設している採掘所が完成していけば、お金はなんとかなるな。で、ポップもなんとかプラマイゼロに戻しましたね。ギリギリ間に合ったな。しばらくの間怖くて何もできないね。何かをやると何かのバランスが全て壊れそうな、そんな感じがするけど。ああ、貿易協定終了ね。まあ貿易協定が終了したことによって結果的に終了したっていうか、貿易ができなくなって終了したって感じですよね。
まあ、ポップはこの後プラスに転じると思うんで一旦放置しておいて、問題は金だな。でまず金が200貯まったらすぐにでも研究者リーダーですね、これを調査船に乗せてあげないことには何もできない。建設船調査船それぞれ余っちゃってる感じだな。だからで次キラムも金が貯まったら入職しちゃってオーレブプライムの中に入れちゃいましょう。でこのセクターを増強していく感じですね、イメージ的には。サーブクチャーズも結構優秀だな。直轄整形プラス1は今はいらないかな、さっきやったばっかりなので。ハバースからの最大影響力最大1、これは嬉しいけど、嬉しいね、これやろう。影響力は常々不足しているんで、サーボクタチャーズ欲しいな。ここに早く影響力60貯めて前線基地作って採掘場建てたい。そのための影響力が足りないっていうところですかね。では、さっさと金をやっぱり200貯めてアルガイド、ここの整形調査が、途中で終わってるところも回復させていきたいですね。ではちょっとね、今回もなんかあまり進まなかったかなと思うんですけども、引き続き皆さんにお付き合いいただければと思いますので、今回はここまでにしておきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。